なんだドジーさん、もう夏だしそろそろピチピチギャルと戯れたいなと。ほう、しけ。皆さんおさます、ムロックです。いつもご視聴ありがとうございます。今日、今ローソン、いつものこのビッグなコーヒー買ったんですけど、いつものね、仲のいいスタッフさんが声かけてくれて、この前このヒムロックチャンネル見てたんですと、オーナーとローソンのね、で2人で笑ったんですけど、ここのローソンは居酒屋みたいなノリでいいっていうので、確かに言われてみたらそうやな言うて爆笑してました。はい、大して落ちないんですけど。そんなわけで今日も京都店ディスクアップ実践やっていきたいと思います。おっす。はい、そんなわけで久しぶりの実践でございます。何日ぶり、結構ぶりですよ。1週間以上空いてるんで、今日は爆発させたいと思います。おっ。いや、今日朝からね、いろいろと支払いしてきて、住宅ローンボーナス払い月じゃないですか。それプラス高校の返済とかもろもろやるとね、17万ぐらい消えたんすよね。いやー、きつい。なので今日はね、もう絶対に負けられない、もうプラス200枚でも勝とうと、そういう作戦でやっていきたいと思います。期待してなかったんで、ありがとうございます。よかった、めっちゃハマらんで。145ベリーショック、火の風船何も出てるんで、ね、ちょっと本当気をつけながらやりたいと思います。これやばいやろ。いや、もうこれなんとしてでもひとみちゃんでも来てもらわないと。ひとみちゃん出勤してくれよ。よし、これはもらった、いただきや。青、なんでやねん。こらこら、見てください、この唇。この唇ってこの出目ですよ、皆さん。ありがとうございます。よし、115ふとしビッグ。渋滞も見たぞ。
ました。安定のひとりちゃんでございます。おはようございます。イエス、タガスクリニック。さあ、タガス先生にメール相談なのか。オッケー、ナイス。ワオ。ってことはこれですよね。まあまあ、このタイミングだったらね、誰も見やけどオッケーでしょ。どっちだどっちだ、来るのか。でもナイス。おーおーおお、仕組み通りに進んだ。マジですか。いやー、ありがとうございます。本当にすいませんね、皆さん。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今なんかね、このレバーオンでなんか乱数引いた感じがします。あー、でもホワイトチェンス。さあ、なんだなんだ。ほらね、ね、絶対なんか引いた感じしますよ、このレバーオンの時に。なんかあるでしょ、そういうの。いやー、乗ってるな。ねえ、なんかね、当たった気したもん。オッケー、あれ。オーライ。ノリに乗ってきました。ヘジーさん。今やめたらね、一番いいんですけどね。本日初のペラポン。ブルーでいきます。ありがとうございます。なんでやねん。
いやもうさすがにね、もうストックはもう全部出たと思うんでね。やめやめ。U タイム狙いとかね、エナも全然できないですね。稼働してへんから。いやもう店内ね、もうマジでカモネギ警報大発令してるから、もうこういう時はね、もうゲームセンターやと思ってね、もう設定しても、とにかく当たりが軽いものを選びました。まあ見といてください。自分の守護霊とタッグ組んで、とりあえずビッグ。はい、というわけでですね、僕の、ね、霊能力を持って無理やり当てたいと思います。おっ、霊能力？何もあるか？やめやめ。すいません。でももうあんなんね、打てないです、本当に。だってアクロスの島も自分一人ですよ。ディスコアップも一人しかおれへんしね。いやーね、ほんと、まあまあ、でもそらね、続けてたらね、こういう日もありますって。むしろ逆にもう動画のこととかもあるけども、もうまさにガチだと、もうリアルガチだと分かっていただけたんじゃないかな。だってそら朝からさ、17万8000円ぐらい消えてさ、あんな状態で嘘は打てないっすよ、マジで。もうね、当初の言うてたようにもう200枚ぐらいでも買ったら同じや思って売っててね、もうほんまそんな感じになりましたわ。最後のあの土地来るって鳥ね、打てへんかったらね、もうちょっと買ってたんやけど、まあまあでもね、しゃあないっすよ。いやー、こっからまたね、撮影 OK 店が近所にあればね、そっち移動して全然打つんやけど、打てる台があればね。いやー、情けないけどね。まあでもちょっと家のね、洗濯の洗剤とかもね、買わんともう切れてきてるからね、そういうのを買い物をして帰りますわ今日は。動画もね、ある程度1日じゃちょっとできないんですけど、ちょっとずつでもね、溜まってんのやっていかんと。まあでもちょっとおもんないな。あ、ほんで前のあの B 花の動画あったでしょ、あれやっぱりあの、はい、5みたいやったです。はい、答え合わせ。まあ今日はほんまね、うんこちゃん動画でしたけどね、かりはほんと仕方ないっすわ。いや、ディスクアップもね、ねえ、こう心身ともにね、もうすごいみなぎってる状態でしたら、そらね、頑張って回せるんですけど、もう何しろエアコンガンガン当たる場所やし、もう体冷えてきてね。だって外めっちゃ暑いけどね、これも長袖まだ寒いっすもんね、体冷えてるから。ほんま体調悪する、あれ。もう嫌やね、年いくってほんとね。そんなわけでも今日は帰りますわ、申し訳ないですけど。お疲れ様でした。ありがとうございました。